こんにちは、すみやです。今日は惑星をきれいにライブで見る方法についてです。何回か紹介しているんですが、ドブソニアン望遠鏡などね、経緯台形式の大口径の望遠鏡でも使えるシャープキャップ 4.1 の最新バージョンが、惑星のライブスタッキングを自動化するね、装置が次々に搭載されています。以前からね、太陽、月、惑星ライブスタッキングの強化という機能があったんですが、そこにですね、ウェーブレットシャープネスを自動化してくれる機能が1月になってから追加されました。この機能を使えばね、高精細な木星とか土星とか火星とか金星を見ることができます。もちろんね、今までもパラメーターをね、いろいろ調整すれば、不可能ではなかったんですけれども、それをね、事実上ワンクリックで自動化してくれる機能が追加されています。非常にね、高精細に映すモードと、さらにそれを強化するモードと2種類あるんですね。それを使いこなせば、その日の天気とか、あるいは見ている天体の状況に合わせてそれを自動化してくれます。もちろん以前からね、明るさとかコントラストを自動で調整する機能があったんですけれども、さらにウェーブレットシャープネス、惑星をね、高精細に映す機能まで自動化されています。ほぼ全自動でね、木星とか土星とか火星とか金星を非常に高精細で見ることがライブでできるようになっていますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。詳しいね、パラメーターの設定についてはこの後見ていただきますのでご覧ください。どうぞ。いかがでしたか。この機能を使えばね、追尾精度がそれほど正確でない経緯台形式のね、望遠鏡でも木星とか土星とか火星とか惑星を非常に高精細に見ることができます。もちろんこれはね、太陽とか月にも適用できますので、月のクレーターをさらに高精細で見ることもできますので、そういう使い方もいいかもしれませんね。私の場合はね、ウラヌス C の 1.2 分の1インチセンサーのね、CMOS カメラに、高橋のオルソバローレンズをつけてね、焦点距離を2倍に伸ばしています。スカイウォッチャーのね、ドブソニアン望遠鏡、焦点距離が1600ミリですので、この2倍のバローレンズを使うとね、3200ミリに、焦点距離が伸びます。でこれで見るとね、かなり小さな天体も大きく映すことができるので、火星の模様とか木星の細かな縞模様、土星の輪がくっきり見えてきますので、こういう使い方を今のところしています。スマート望遠鏡の世界では、星雲星団銀河をくっきりと見る方法がライブスタックで確立しているんですが、残念ながら今のスマート望遠鏡の口径とか焦点距離だと、木星とか土星とか火星、金星、惑星をね、高精細に見ることは残念ながらできないんですね。そのうちそういう惑星専用のスマート望遠鏡が出てくるとは思いますが、その時に重要になってくる技術が、すでにシャープキャップ 4.1 のね、太陽、月、惑星ライブスタッキングの強化という機能と一体化すれば、高精細な惑星を
ライブで見ることができる時代がもうすぐやってくるんではないかなという期待を抱かせるような新機能ですので、2025年惑星を見るんであれば、このシャープキャップ 4.1 のね、太陽月惑星ライブサッキングの強化の機能をうまく使って楽しんでみてはいかがでしょうか。シャープキャップ 4.1 は日本語化されていて、通路の中の上から3つ目のところにね、太陽月惑星ライブスタッキングの強化という機能が搭載されていますので、ぜひお使いください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい。